2018中世ルネサンス音楽会クルムホルン合奏カテリーナ古学合奏団は1973年に結成した中世ルネサンス時代の音楽を演奏する日本の合奏団東京都立川市にある古学の子やロバハウスを拠点として講演活動をしている姉妹合奏団の子供のためのアンサンブルロバの音楽座は カテリーナ語学合奏の中心メンバーにより1982年に結成された。メンバーは公演や企画によって3名から7名程度の編成になる。数多くの語学演奏家が演奏会、録音などに参加しているが、CD の録音に参加したメンバーのミキサすべてクルムホルンレコードより購入可能。ありがとうございます。